実はですね、ハラミ今群馬にいまして、実はですね、トマト農家の方にねご依頼いただきまして、トマトにハラミのピアノの音色を聞かせてね、美味しくしてほしいというね、依頼がありまして、ハラミもそのメールいただいた時に、え、何？どういうこと？と思ったんですけど、なんかめっちゃ面白そうと思って、なんかピアノの可能性がね広がるかもと思って来ました。そしてね、ご依頼いただいた、中村さんです。よろしくお願いします。トマトの音色を聞かせるってことなんですけど、成長促進ということで、お願いしたいなと思って。成長促進、音楽を聞かせるとなんか美味しくなるみたいなっていうのは実際になんか ある、はい、まあ、あるみたいですね、まあ、厳密には私もわからないんですけども、まあ、そういったことがあるんじゃないかなっていうところから、ぜひハラミちゃんにと思って、このビニールハウスにピアノを置くってことですよね。はい、そうです。ワンチャン日本初、可能性ね、ありますよね。すごい。せっかくなので、ね、トマトを、はい、どうぞ。うわー、これなんか2種類あるんですけど、はい、2種類あります。こちらがフルティカという品種になります。フルティカ、でこちらがミニトマトのアイコになります。アイコ、フルティカと、なんかこれはね、丸いアイコさん、アイコさんはね、ちょっとこうちょっとこう、筒状、ロケット型っていうんですか。あ、ロケット型、おいしい。あ、みずみずしい、おいしい、うん、トマトビニールハウス、あったかい。ちょっとリクエストある方いますかね。伊藤お願いできます。中島みゆきさん、じゃあ伊藤引き寄せていただきます。ありがとうございます。じゃあトマトを見ながら糸を、
食べてください。はい、はい、いいですか、はい、わすごい、いただきます。美味しくて鼻水出てきた寒暖差で。今日はありがとうございます。嬉しい、わざわざ、こちらこそありがとうございます。寂しい。100万人に。